当のうちで、うん、あの夜にカーテン開けて、うん、エロスの練習したりぜひね、その練習されてるエロスなどディズニーとかで、ね、いいですね、披露できたらいいですね。じゃあイベントに来て踊ってよ。イベントで、あ、私メロンの中で一番好きなのはレザー、うん、あれレザーはもう自分の中で超かっこいいのできたって思った、うんうん、レザーかっこいい。そうで、その当時のツアー の、 あの照明のね、うんうん、人もいつもかっこよく作ってくれて、うん、分かってるみたいな、うん、作ってくれてバンバン、うん、バンバンとか言って、うんうん、だから私はねあれが一番好き。そうですね、レザーかっこよかった。かっこいいよね、うん、あれ、うん、すごい。レザーもやりましょう。レザーも結構ね、ちょっとできるんですよ。うん、そう、練習します、うんうん、じゃあそれも、それもぜひぜひ。あ、それもぜひぜひ。じゃあ、マロスとレザー決定、うんうん、あ、あのね、渋谷の元公会堂 の、 あの場所あるじゃない、はい、あそこの前を普通に歩いてたら、うん、メロン記念日のファンの子に、うん、あ、よしこ先生って子に言われてそう、それで、あの、なんでいつもイベントとか、あの、YouTube とか、シスコムーンはゲストに出て、メロン記念日は出ないの、今度メロン記念日呼んでよってお願いされたの。あ、そうだったんですか。すごくない？すごい。思いましたよ。多分、もし見てくれたら喜んでくれる。そうですね、その方ありがとうございます。ね、イベントに出ていただけるような雰囲気なのであればもう、ねね、何をやるかを決めながらですね。 何やるか。でちなみに私再来年が25周年の。そうでしょう。そうなの。それはね、あの前もそうなんだけど、はい、そのね、本家のハロプロの20周年の時に、うん、私再来年タワー20周年ってつぶやいたら、ヨリがやりましょうやりましょうってこう背中を押してくれたの、うん、マジでマジでマジでみたいな感じで、それがきっかけで本当に本格的にイベントをやろうっていう風にあの企画が始まったんだけど、そういえばそ の、 あのイベントの時に考えてたなっていうのを今回も思い出して、25周年あったでしょ、うんうん、あ、それをきっかけに、そうだそういう風に、じゃあ再来年ですねって言われたわ、え、もう再来年と思って、なので、はい、再来年2年あれば、レーザーも行きましょう。まあなんかまたなんかやれたらなみたいな、まだ何も考えてないけどね、もちろんね、まあね、自由にいつでも、うん、あの YouTube で踊ります。はい、 YouTube で踊ります。いつだって来ていただいて頑張って、はい、はい、踊りたくなったらダンスでいいよなと思ったらいつでも来ていただいて、いいよなと思って、なんかあったと思うんですけども、うん、難しくてもう死ぬほど覚えられなかった曲とかは逆にありますか？なんだろうな。そう、よしこ先生はそのアルバム曲とかすごくたくさん振り付けられていて、うん、それはよしこ先生のウィキペディアに、うん、シングル以外のメロン記念日さんの振り付けた曲も載ってますので、うん、皆さんもそれを見ながら今ちょっとお待ちください。アクセがすごい作られてますよね。大変だったんでもやっぱり
ぱ最初の香水かな、うん、なんかちょっとダミーをやらせていただいたので私すごく印象的だったのが、可愛い彼のがマイクを右と左ですごく苦戦しまして、はいはいはい、ありますか、ありましたそれで、それで一緒でした、一緒でした、そう、すごい難しかったですよね、うん、私結構上手側の背面なので、はい、うん、左側を多くて、うん、そう、でも大谷君かな、全部右だけの人いた気がする、そう、一人で、うん、私は斉藤さんの役だったんですけど、うん、両方だったんですよ、確かに、でも、もうどっちがもう、もう持ち帰るところとか、すごい難しくて、うん、もうこうなっちゃう。なんかもう基本的に左手で持って右手で踊るっていう決まりがあったんだけど、うん、あの時つわくさんのイメージが神明大将っていうのをやりたいっていうの でそれでこれもお好み焼きをイメージしてなんか丸を作りたいっていう、で最初なんか大きくやってたらもっとちっちゃくって言われたりとか、だからその神明っていうあのワードがお決まりであったから、それで右左っていうその1番はこっち、2番はこっちとかいう感じでややこしくなってしまったので、お好み焼きやったんですね、お好み焼き、そういう細かいそのイメージのお話って多分もう夜が明けるものありますよね、うん、そうだったんだとかね、なんかそう、つわくさんがプロデュースされてるものには絶対にその、うん、ワードが必ずあって、うん、まあ、理解できない時もあったけれども、そう、そう、絶対あったの。赤いフリージャーとかは？赤いフリージャーはもう花。花を。花を、うん、花。4人で1つの花にしたい。だからこう固まってとか。そうだった。あれもなんかリズムが合わなくって、3人。よくつんぐさんからご指摘をいただいた覚えがあります。あれ先生って大型でした。ね、なんかメロンのそのコンサートの、まあ、そのリハーサルの最中に多分ご飯食べながら、ね、血液型の話になって、うん、何型みたいな話になって、まあ、メロンは4人中3人が O 型で1人 A 型なんですけど、うんうん、あ、そうだったっけ、そうなんですよ、で先生 O 型っていうのが聞いて、あ、そうなんですか、でもで先生がその時にでも仕事上では A 型だけどっていう、え、自分で言ったの？うん、仕事の時は A 型っぽい、まあそういう血液型によるイメージってあるんですけど、O 型はちょっと大雑把な感じとか、 A 型はちゃんとこう隅々まで、それを聞いて先生がその仕事上は A 型になるんで、うん、それいいなと思って、それを私、今まで採用して、採用させていただいております。え、ちょっと私もやめるな。大雑把にやらないで聞いたこと全部書いて、うん、クリアしていけば近づけると思って、そうか、そう、いい言葉聞いたなって、恥ずかしい。ごめんなさい、でもそうか、いい話だから、いい話だから、でも、ね、そういう発想があるとは思ってなかったですもんね、自分大型だしって思っちゃいがちですけど、そうなんですよね、大型に甘えちゃってたから、18に、はい、メロン記念日のサイトを読む
ーダーと、はい、あのイベントを2人で、はいはい、東京の新宿ヨフトプラスワンさんの方でやるんですけど、はい、ちょっとチケットが売り切れてしまって、はい、ちょっとまあ早かったという2人の組み合わせもね、うん、2人でイベントもそんなになかった、うん、思ったより早くチケット売れてしまったんですけど、とりあえずレポートが多分ね出すのかどこからか出るのかわかんないですけど、レポートというのはレポートに入れ方をモードそうですね、多分レポレポこんなこと言ってましたみたいな、あそういうことですね、うん、それを楽しみに楽しみにしてください。最後一言あれば、いやそう最後の一言私にずっと考えてたんだけど何言おうかなって3日ぐらい前からすごいでも思い浮かばなくて、うん、いやもうみんなねあの元気で健康で過ごしましょうということですかね、はい、そこが大事ですよね、はい、で私たちも見てくださる方々も、うん、健康でこの間は吉子先生の25周年のイベントが盛り上がりそうです、楽しみで、あそれまで元気に頑張りましょうということで、また YouTube に出させてもらうかもしれないので、はい、そうですね、